海苔巻きに見立てた黒色のパイプにスポンジでキュウリや卵を表現。その間からマアナゴが顔を覗かせるマアナゴの恵方巻き。碧南海浜水族館で行われているこの展示は、恵方巻きの具にも使われるマアナゴの生態を多くの人に知ってもらおうと企画されました。狭い筒状の隠れ家を好むマアナゴの習性を利用し、40匹がすし詰め状態で身を寄せ合う様子を訪れた親子連れらは興味深そうに見入っていました。マアナゴの恵方巻きは来月4日まで展示されています。